五月人形というのはもともと魔除けの意味合いがありますので、期待対象というのは明るい世の中を作ってほしいという期待を込めています。ですのでやはり暗い顔というよりは明るい顔、笑顔でいてほしいというふうに思っていますので、その人が分かる似顔の顔ですから、その人が分かる感覚でかつ笑顔というところは苦労しております。メジャーであったりとか将棋界で活躍をしていただいて、お茶の間にですね、明るいニュースを届けていただきたいというふうに思っております。頑張ってください。